これも結構小さいパーツとかでよく再現されていますね。これもすごいかっこいいと思います。マイクロミニフィグサイズでここまで合体するのめっちゃいいですね。皆さんこんにちは、ジーソーのグルだ、ヒラヒラ。はい、皆さん大変長らくお待たせしました。第3回変形合体レゴロボコン結果発表です。はい、皆さん大変長らくお待たせしました。第3回変形合体レゴロボコンの結果発表です。ちなみに今回の変形合体レゴロボコンなんですけど、僕史上最高の手応えでした。まず今回応募してくれた作品はなんと全部で30作品もあります。僕が作った変形合体レゴロボを入れたら全部で33作品もありました。前回が確か10作品いったかいってないか分かんなかったんですけど、前回の3倍もありました。で、私ヒロゲの動画では気になった作品を10作品ほど紹介して、特別賞、優秀賞、そして最優秀賞を発表したいと思います。ちなみにそれ以外の賞はブルーマンボックスさんのレゴ好き集合で紹介いたします。はい、最優秀賞を受賞された方にはこちらのレゴクリエイター超音速ジェットをプレゼントいたします。はい、それでは発表していきたいと思います。ちなみに今回のお題は乗り物変形合体レゴロボです。まずこちらのエビロードゼータさんのダイラガー15です。もう早速いきなりレギュレーション違反してるんですけど、見た目がかっこよかったので今回紹介させていただくことにしました。ちなみに僕動画でダイラガー15のようなロボ作ってきてくださいって言ったんですけど、まさか本当に作ってくるとは思いませんでした。このダイラガー15なんですけど、顔がめちゃくちゃリアルですよね。これすごいのがクーラガー、カイラガー、リックラガーともに合体するというところが再現度が高くてめちゃくちゃ素晴らしいと思いました。続いてはトゥングさんの5連合体ターボロボです。ちなみにこれもがっつりレギュレーション違反はしてるんですけど、造形自体がすごいかっこよかったので今回紹介させていただくことにします。いや、すごいなこれ、ターボロボじゃん、まんま実物は画像や動画でしか見たことないんですけど、これまんまターボロボですよ。めちゃくちゃかっこいい。ちなみに余談なんですけど、歴代のスーパー戦隊のロボの中で一番売り上げをしたのは高速戦隊ターボレンジャーのターボロボです。ターボロボだけで54万個売れました。合体してここまで稼働するのってめっちゃすげえな続いてはスターツイッターロボさんのビークル鬼退陣です。ちなみにこのスターツイッターロボさんは全部で12、3作品作ってくれました。これどうでしょう、鬼退陣とは言えないかなちょっと申し訳ないんですけど、スターツイッターロボさんこれスタジオで作ってますね。ちなみに今回ちょっとスタジオはどうかなって思ってたんですけど、作品結構作ってきてくださったので紹介はさせていただきます。ちなみに僕スタジオでレゴの作品とか全然作んないんですけど、スタジオでこんだけ作品作れるのは結構いいと思います。個人的にはどうせだったら各ビークルの詳細とかも入れて欲しかったなって思います。続いてはダンスだからさんのアルティメットガイアードです。消防車からロボットに変形するという、まさにトランスフォーマーみたいなんですけど、そしてこっからドローンと合体してアルティメットガイアードになる。おー、かっこいい。ブロック数は少ないんですけど、ここまでしっかりとレゴロボを再現してるところが素晴らしいと思います。僕個人的にはこの頭部のデザインがすごいかっこいいですね。続いては早瀬亮さんの機銃馬ドラグーンです。あえて人型じゃなくてドラゴン型っていうところがすごい斬新だと思います。ちなみにこちらパワーショベルと消防車が合体してドラゴンになるというところがめちゃくちゃかっこいいと思います。で、ちなみにこの早瀬亮さんも作品は8作品か10作品ぐらい作ってくれました。続いては柑橘さんが作った乗り物変形合体レゴロボです。いや、この乗り物変形合体ロボすごいかっこいいですね。特にこの2号メカがめっちゃメカメカしくて僕はすごい大好きです。合体後のロボの造形もすごい面白いデザインになっていて、すごいかっこいいと思います。思ったんですけど、これブラッドロコでも出してよかったじゃないかなって思います。続いてはミヤミヤさんの超デジメカクワッド X クロスです。もうザ・スーパー戦隊感のロボでめっちゃかっこいいですね。自由で開かれたインド太平洋の平和を守るためにクワッドクレスで合体だ、かっこいい。これが日本のジャパンコプターで、これがアメリカのメリケンマイルで、でゴーのオージードリルで、でインのインディータンク、これが変形合体してクワッドクロスになるという。続いてはガブロックさんのレゴ王です。ヘリ、戦闘機、でかい車、装甲車、ブルドーザーの5つのメカが変形合体してレゴ王になります。おお、これも結構小さいパーツとかでよく再現されていますね。これもすごいかっこいいと思います。ヘリコプターのプロペラが武器になるんだ。おお、これもなかなか面白いな。で、悪役メカのコンドル型メカとドラゴン型メカが合体したレビル、めっちゃかっこいいな。で、さらにレビルとレゴ王が合体してレゴビル王。おお、かっこいい。で、しかもこれ全部で16体合体するというところがめっちゃいいですね。しかもすごいプロポーションも綺麗にまとまってるところがとてもいいと思います。続いてはあやねねさんの HGR20 変形合体ロボ20。おお、ここに来て20体合体です。ちなみに今回の変形合体レゴロボの中で最多合体数がこのあやねねさんの HGR20 です。20周の乗り物が差し替えなしで合体ロボになる。おお、いいね。マイクロミニフィグサイズでパイロット19にはコクピット中
中にすし詰め状態になってる。仲いいなこれ。マイクロミニフィグサイズでここまで合体するのめっちゃいいですね。全20種類無理がある。いやいや無理がないですよ。かっこいいですよ。はい、また早瀬亮さんの作品なんですけど、大奇獣マジングランフォースタイタンです。おー、これ今まで作ってきたロボが全部合体してんだ、すげえ。合体前のメインになるのが大奇獣、まあグランベヒーボス、これがコアロボで、でそっから4体のメガが合体してロボになるって。おー、これかっこいいな。で続いてまた早瀬亮さんなんですけど、スカイフォースバルキュリアです。あ、これもすごいかっこいいな。僕個人的に言えばこれが結構すごい綺麗にまとまってますね。です。これも先ほどのグランベヒーモスと同様にメインになるメカがスカイロックバード。あ、これかっこいいな。これだけでロボになったらもっとかっこいいんじゃないかな。で、そこから武装合体していくみたいな感じになるの。個人的にはこれスカイロックバードロボ状態見たかったな。そして早瀬亮さんはついにやりましたね。そして最後も早瀬亮さんの作品なんですけど、12体合体の超奇獣マシンゴッドフォースグレートハーキュリー。おー、かっこいい。僕ね、全合体ロボ超大好きなんですよ。もうこれね、綺麗に全合体されてますね。めちゃくちゃかっこいい。個人的に言えば全合体ロボ作るのって超難しいんですけど、ここまで全合体させるのってさすがだと思います。早瀬さんも言ってるんですけど、全合体は男のロボはもうまさにそうです。はい、それでは皆さんお待たせしました。ここから特別賞、優秀賞、最優秀賞を発表させていただきます。まず特別賞はこちら、あやねねさんの HGR20 です。まあなぜ特別賞にしたのかというと、今回の変形合体レゴロボコンで入った合体数ということもあって、今回はこちらを特別賞にしました。個人的にこの全20体合体というところがすごいいいと思いました。はい、続いては優秀賞の発表です。優秀賞はこちら、みやみやさんのクワッド X クロスです。まずね、このクワッド X クロスの造形自体がすごいよく作られていて、カラー的にもスーパー戦隊のロボ感が出ていて、めちゃくちゃかっこいいと思いました。で、優秀賞はもう一作品あります。それがこちら、ガンブロックさんのレゴビル王です。16体合体してここまでの造形はもうさすがだと思います。スーパー戦隊のロボサイズになったらもっとかっこよくできるんじゃないかなと思います。はい、それでは皆さんお待たせしました。最優秀賞を発表いたします。最優秀賞はこちら、早瀬亮さんの超奇獣マジゴッドボスグレートハーキュリーです。これはね、もう文句なしでめちゃくちゃかっこいいと思いました。実を言うと、今回優秀賞2作品と早瀬亮さんの作品でどれ最優秀賞にしようかなってめっちゃ悩みました。なんでかっていうと、造形もかっこいいし合体数も多かったので、すごい悩みました。めちゃくちゃ悩んで、やっぱどっちも最優秀賞にしたいなって思ってたんですけど、最優秀賞は1作品しかなかったので、今回は優秀賞を2つにして最優秀賞を1つにしました。合体数は20体合体には及ばないんですけど、この12体合体してここまでプロポーションのいい合体を作る早瀬亮さんがめちゃくちゃ素晴らしいと思いました。はい、ということで最優秀賞を受賞された早瀬亮さん、おめでとうございます。はい、最優秀賞を受賞された早瀬亮さんにはこちらのレゴクリエイター超音速ジェットをプレゼントいたします。はい、ということで僕主催の変形合体レゴロボコン第3回目の結果発表は以上になります。30作品もあってめちゃくちゃ多かったんですけど、どれも素晴らしい変形合体レゴロボだったので、めちゃくちゃ素晴らしいと思いました。ちなみに僕が作った変形合体レゴロボは6月に開催される JBF で展示いたします。ちなみに今回も手応えがすごい良かったので、第4回目も開催したいと思います。今回も変形合体レゴロボコンに応募してくださった皆様、ありがとうございます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。